ミルクサッカーアカデミーの上までございますノーミルク佐藤です今日もサ面白く見るためにということでいろいろ教えてくださいね今日はこれですねドン遺跡考察冬7本目大幡歩犬飼智也田中田世山中凌介などなど出ましたかいろいろあそうですかそうなんですよそうなんですかじゃあ今日は二月十四日火曜日に撮ってますけどもねそうなんですよ マ、まあ、トスの大畑さんに対して、はい、まあ浦和がオファー出したプラス、えー、どうやら鹿島の犬飼さんにも浦和オファーを出したんじゃないかって話になっていて、新聞のね、ウェブ版で出てきましい。うん その浦和の田中達也さんとか山中亮介さんに福岡とかセレッソがオファー出したんじゃないかってところがいろいろ出てきましたので今日はえとね今日はねメインは浦和、鳥栖、セレッソ、福岡のこの4チームを中心的にいろんな図解でやっていきたいなと思います。はい、よろしくお願いししまますす、はい、お願いします、はい、ってことで今日もうも早速始めていきたいんですがまあ浦和さんといえばね我々もまずはどん、はい、こんな感じの動画。はい というのも、本、遺跡のね、3本目でこんなね、理科生復古の大号令って動画を出させてもらって、ありがとうございます。うん、まその時に大崎オ選手とか、真渡選手なんかの話が上がったってのがあって、その時にね、こんなメンバーでしたね、はい、と。 はい、えまあ、真渡り、は対大崎、来っていうね、うん、いわゆるリカルドさんがかつての教え子たちをまあ、呼ぼうとしてるんじゃないかってところはあったんですけど、そこから1週間たって、まあ、いろいろ状況が変わってきたというところがありました。まあ、変わったっていうより増えたって言った方がいいんでしょうけどね。ということで、こちらの図になります。いきますよ。はい、せーの、ドン。出た。 はい、ちょっと実は左側も含めて変わりました裏側にですね、はいえー、まずなんですけど、裏側、はい、がオファー出したのは、先ほどの真渡さん、あとはどうやら大崎さんとか、あとは琉球の知念さん、あと新十郎殿の松原さん、うんえー、徳島の渡江さん、横浜市の松尾さんと言われたんですが、うん、そこにあの水戸のゴールキーパー、江川さんとあそうなんですよね。 はい。あと、はい、鹿島の犬飼さんと鳥栖の大畑さんという形になっているい、はい。はいはいはい。ということで。ええ、まあ、後ろの方を多めに撮ってるように見えるけど、うん、思えば、牧野さん含め後ろがいっぱい出たんだから、それはまあ、後ろ厚めにオファーかけるのは、そりゃそうかって話です、ねうんうん。なるほどね。はい。じゃまずこの、犬飼さんと大畑さんになんでオファーしたのかってところを、ここはまずはもう考察していきたいなと思う。はい,はいはいはい。まず犬飼さんなんですね。はい。今思えばね、左側皆さん見てらっしゃると思うんですけど、 まあ上,上からエサかユンか小泉などそうそうたらメンバーいっぱいいますよ。はい、実はでもあのあの時いわゆる数年前 ACL 取ったってあったじゃないですか浦和が。はい、その時のメンバーもうほとんど残ってないんですよ。うん確かに。興梠さん関根さん西川さんぐらいであと、はい、でまた言いますけど興梠さんにやっぱり札幌からオファー来たみたいなんですよ。うんうん、ってなると2人しか残ってない。 はい、っていうことで ACL 戦った経験がある人を人でも入れたいっていうところからの犬飼さん選択はありえそうだなとそういう推理ですね。そうですね。ちょうど鹿島も今ほら関川行馬選手が育ってきてるってところもありますからそこでどうだいっていお声がけはさすしたっていう感じなのかな、えー、鹿島が出すかねっていう、ね、のもありますけどねただ、うん、過去に一例だけ存在してるんですよね。 そんなコロキさんが抜け,る抜けるかもしれないというタイミングで、うん、また一人だから鹿島の千代っていうのはあるのかなっていう,うまああんまなさそうな気がしますけどねんなんかその密約があるんですかプラマイわかんないですけどね <laughs> <ー>こっちはわかんないんですけどはわかりますそそ、ねまあ、そううう先日我々宇佐美さん、はい、あの川崎が宇佐美さんにね,ねえ頑張る宇佐美さんにオファー出したって話ありましたけど。はい オファー出すのはね、別に誰がどこに出すっていいわけだから。まそうね。いわき FC がファンダイクにオファー出すって別にいいんだから。まあそうね。そう,そうそうそう。うん、あとは増減が分かんないからね。そうなんですよ。チームからしたら誰が増えるか分かんないから出すってこともあるもんね、鹿島にだかうな、ね、かーーう入るかも分かんないしね。そう,ねそ,うそうそうそう。うん、そういうこともあり。なる,なるほど、なるほど。ただもう一人の方、はい、トスの大畑歩さんに関しては、僕はこれは結構確定案件かなと思います。はい、うん、そうなんだ。 リカルド・ロドリゲスさん的には、うん、彼が今シーズン一番欲しい選手は大畑選手だと思います。はあ、そうですか他の誰でもなく。<ー>何国積んでも欲しいと思います。へ<ー>、うん、それはどうして理由がありまして、うん、大畑選手というか、まず、サガン・トスさんというのは今年2021シーズンは、あの、アシンメトリー戦術といって、アシンメトリー 3バックと4バック、はい、やり左側の動きと右側の動きってものが、あの、はい、ちょっとアベコベというか、ちょっと違った形の動きをっ、ね、あえてね。はい。で、大畑さんとか中野信也選手によって、3、はい、バックと4バックをこう変えるタイミングをこう、こう、なんですか、調整することができてたって人なので、浦和も来年、おそらくそういう3と4を思いっきりこう変化させる戦術やってくると思うんです。なるほど。ほどだから一番欲しい選手なんじゃないかという。 で、これ、後ろの並び見ていただけたらなんですけど、はい、裏はもともとやってたんですよね、3、4の可変っていうの時は この右サイドの酒井宏樹さんが後ろに落ちて、宏樹、岩波、ショルツとなる場合。酒井宏樹の攻撃力を右からの落としたくないっていうのもあるわけね。そうなんで、す左サイドバックかセンターバックかするパターンていうのは、ほぼやってなかったところがあるので、宇賀神さんぐらいでしたね。なんで、そこを大畑選手に任せたいっというのがあると思います。 逆にそうすると、今、浦和から出ちゃいそうなのが3人、まあ4人ほど今いると。はい。はい、まず1人目が、そんな左サイドバックの山中亮介選手。うん、え、セレッソ大阪からのオファーと。ほう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 。いうところなんですが、まあ、チームがどこは一旦させさておいても、はい、山中さんが出るに至る理由はあるなと思ってるの。そうですか。っていうのも、うん、あの、今言った通り、あの、山中選手というよりも、うん、この浦和というチームが、フォーバックを完全に絶対やるってチームじゃない。なるほど。 スリーバックもやるチーム。レギュラーが保証されないっていうことだそうなんです。しかもね。そうそうそう。で、浦和としても山中選手を使いたいんだけど、どうしてもスリーバックの時には適合しないっていう選手なので。そうなんですよ。そこをセレッソが狙ったって感じ。本館としては確かにね、4バックのチームにしたいわね、そりね。そうなんですよね。同様で、あの、ボランチの金子選手に関しては、やっぱり浦和、 伊藤敦貴選手や柴戸海選手っていうのも結構、似た役割をこう与えられているところがあるので一つのポジション三3人で争わなきゃいけないし、うん、そこに同じ役割のできる安井海斗選手というね大学生が来詞で、うん、やってくるので4人で一ポジションはちょっとなっていうところはなんでそこが京都がまあ、ね、いわゆる愛弟子ですからね、うん、張監督にとってはおいでおいでっていう状態なっいのも おかしくはないですね。はい、なるほど。そして田中達也選手。うん、あの、やっぱ浦和でやっていくにつれてちょっと浮き彫りになってきたのが、うん、あの、大分時代でもすごいアタッカーとして活躍されてました、熊本とかもね。はい、ただ、カウンターの時にかなり、あのー、いわゆる、かなりこう、自分のポテンシャルを発揮できるっていう選手だってことが、うん、いろんなデータからも浮き彫りになってきていて、福岡の方がどっちかっていうとカウンター系のサッカーをやるというところがありあより縦のイメージありますもんね。そうなんですよ。 そここで福岡狙っっててきたのかなっていうところあと、興梠さんに関しては、ね、夏も言いましたから、特に言うことはないですけど、うん、まあ、ミシャさんやってますしね。そうだね、うん。なんで移籍してもおかしくはないよねって話ですね。うん、そうね。あとは、新江川さんがやってきたというところが、やってくるかもしれないというところがね、水戸からゴールキーパーあるので、はい、こうなると、西川さんか、ザイオンさん、どっちかもしかしたらっていうことがあるかもしれない。または 例えば誰かが移籍することを見越した上で先にとかっていうこともあるかもしれないなってのが現状でてきたです,ですかキャーギャーですかキャーギャーかもしくは他人モデルで J1 の他のチームというのがあるかもしれませんねと。と、ね、いうことでございます。うん、はいう裏和でございました。はい、あと今日は残り3チーム見ていきましょう。続、はいてトスでございます。ト<ス>こちら、うん、ドン。はいトスさんはちょっと と厳しいかもしれないっていうやっぱり冬になるかもしれないと。というのも小山津選手、はい、山下小山選手がおそらく柏,、うん柏え、山下選手がおそらく FC 東京、樋、はい、口選手がおそらく柏、うんでエ、エドワルド選手がおそらくガンバ、大畑選手が先ほど言った通りでおそらく浦和ということで、うん、なんとレギュラークラスが5名。いちリぢリになっちゃうん、降格してるわけじゃないのにね。うん そうなんですよね。小屋さんとかの関係ってこともあるんですか？ただよく考えるとですよ、皆さん。いい成績だったねなんなら。ねでも逆に言うといい成績だったからですよね。なるほどそうか。だってしかもこんな特殊戦術やりこれこだつわけだから戦術力も高いですから皆さん。いやもえば夏も考えると松岡さん林さんっていう遺跡もありましたし、わかりますね。ニ選手あと豊田選手いろいろありましたけど。 だかからのの皆んととしてアビ共感レベルななじゃい思うまた今日も話また今日も出ての新聞になどね。ついてると思うんですけどただまさに皆さんうわーって感じですねただ右見てほしいんですねもうそれぞれやっぱりこれよくね何回も動画にしましたけどそれぞれ夏からいろいろあったけど各ポジションに対応するように 一人一人も、取ってるというか、対応させてるんですよね。うち半分ぐらいがちょっと大学生なので、まだ分かんねえじゃんっていう人もいるかもしれないけど。まあでも、過不足ないようにはポジションを埋めてるってことなんですね。そうですね。だって、大学生じゃんって思うかもしれない。結局、樋口選手だったりね、林選手だって大学生のところから取って活躍して出てくる。とことは、急に決まったわけじゃないってことだ、出ていくのも。もう分かってたことだと思います。なんで、トスの中としても計画的に進めてると思うので、なるほど 問題ない。ただ、ここなんですよね。まあ、真面目な話と言っちゃえば、ま、トスさんとか仙台さんとか何、何チームかあるけれども、うんうん、あの、要は今まだ赤字状態と。はい。それがいわゆる3年以内に解消されないようであれば、ライセンス剥奪というのがあるので、あむしろそっちをどうにかしなきゃいけないってところがありますから、ね、う,ね、うーん。なんで、そことも戦いになってくるなっていう3年間になるのかなと思われます。うん。 はい。ということでございました。あと2チーム、福岡とセレス見ていきましょう。はい。続て福岡でございます。はい。ドン。まあ、福岡は先ほど言った通り、浦和のね、田中達也選手がおそらく入るんじゃないかってところなんですが、あのね、まあさ、皆さん、うん、福岡はこんな感じの左側のフォーメーションやってるんですけど、うん、実はね、シューバー戦ちょっと変えてきたんですよ。はい。あの、いわゆる単純ならこの四四二4-4-2だけでやっていくんじゃなくて、うん 3バック始めましたのですよ。ちょっと新しいことというか。このチームはサイドバックの2人が上がっていって、誰かとかちょっと関係ないです。すみません、すみません。こうやってね、サイドバックが上がって、ボランチが落ちてきてっていう感じになるんですよね。そう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 。なんで、後ろが3バックになって、ウィングバック2人開いて、あとね、前が4枚になったりとか、そんな感じのチーム。あの位置にいるんですね そうなんです。なるほど。だけど、要は、この3枚になった時に、あと、要は、他のフォーメーションでこうやって内側に入ってくる選手がいたり、必要になってきたりだとか、そういういろんなパターンを試したいってところがあるので、大分時代と浦和時代で多彩な戦術を駆使してやってこられた田中達也選手であれば、かなり合ってるかなってところはあるんですよ。なるほど。さらに言うと、田中達也選手は東福岡高校。はい。なので。 福岡系だから。感あ,あるじゃないけど。<laughs> そう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 。あ,<ー>あと彼がこう別格レベルのこう成績残したのって。はい、熊本時代と。大分時代っていう。九州がやっぱり。ね、うん、そうなんですよね。っていうことも踏まえてなんじゃないかなとは。はい、思ってます。里心があるってことですね。そうなんですよね。はい で、あとはなんで、ジュビロとしては、あ、ジュビロ、ごめんなさい、あの、ごめんなさい、先の話言ってしまった。うんうん、アビスパな、アビスパとしては、うんうん、えー、その他の選手たちもこう、いろいろ取っていかなきゃいけないなって話なんですけど、はい、その中の一人として、ルキアンさん、ジュビロルキアン。はい、ここでジュビロっていう予定でした。すいませんでしたね。うん、ジュビロン、ルキアンさんを取ろうとしてる。そうなんですよね。そうなんですよ。取れそうなのでもね、なんかね、うん、メンデスさんアウトなんですよ、もう。はい。 であとジョン・マリさんもどうやらアウトっぽい話が出ていて、<ー>あとあのサロンモンソン選手がもうあのすべてのほうに帰っちゃいまして、はい、あとセンターバックのグローリさんも抜ける可能性があるってことで、いわゆる外国籍の方に対してこうかけてた資金がちょっと浮くと思うんですよ。そこでルキアンさんってのはあり得るかもしれないうそうですかうんまあもちろんね、岩田はブロックしたいところでしょうけどね、はい、もちろんね。はい ただ、アビスパとしてはもう一ポジション、まあ他にもいろんなポジション右側に書いてますけど、はい、何が何でも取らなきゃいけないポジションがね、皆さんまずあっちゃいまして、はい、まあどう考えても見りゃわかるんですが、うん、右サイドバック、一、うん、人しかいない。ですね。これは絶対取るね。そサ、ね、ラモンソンさんが抜けちゃったから今、湯沢さんしかいない状態なので、うん、ここは何が何でも補強あるはい こういうところにはなってくるかもしれません。はい。ということでした。はい。そしてラスト、今日ラストはセレッソ見ていきましょう。はい。こちらでございます。ドンまあさん、うん、皆さん、はい、セレッソがどうやら黄色信号との記事が出ました。はい、はい。というのもですね、ななんであの、やっぱ、うん 天皇杯とかもいろいろあったからだと思うんですけど、はい。あのね、ちょっと補強戦略がうまくいってないと。ああ、出遅れてるってこと出遅れてる。で、しかもその出遅れがまず何かっていうと、今もう、あの、やってることって本来は、やっぱど、誰を取るとかの話が、こう、中盤戦から終盤戦に、チームの方だったらなってなきゃいけないんですけど、今どうやら残留交渉とか、いわゆ遺留をしてるっていう状態みたいな。なるほど。 うん。なので、現有メンバーの方々にお話ししてるっていうところがあるから、うん、ちょっとワンテンポ遅れてしまってるっていうのが、どうやら記事に上がってたところではありました。はい。で、今、どうやら狙ってるのが4人ほどいるみたいです。4人。はい。四人。1人目がかつてね、動画にも出しましたけど、岡山の上佐里木選手。うん。まあそれは別動画でも話したので一旦置いときますけど、はい、あとは香川真司選手。はい。はい。ただ、この香川選手、秋口から狙ってるんだけど、まだどうやら何も進展がないとのことで、う ちょっと不安ですね、ここやっぱりご本人帰ってきたくないんでしょうね、まだね。まあ、この、だから、冬の移籍市場でまた移籍の可能性があるからってのはあるんでしょうね。はい。そこ待ってからっていうことなんですね。ことにはなるんだと思います。うんはい、で、あとは、まあ、先ほど言った浦和の山中亮介選手を狙ってるとのことですが、はい、まあやっぱり、丸橋選手からどうにかして今ね、世代交代ちょっとでも進めたいっていうのがセレッソなので、うん、まあ、そういう理由なのかなと思われるよと。はい、あと、もう一人ちょっとあるのが、 あのブラジル人の方になるんですけど、はい、あのバスコダガマというチームに所属しているアンドレイさんをどうやら取ろうとしてるって、うんレはい、セレッサが動いてるとの話がちょっとあるみたいですただなんかトルコのチームとの、ね、今競争中ってことなので,<ー>でただもうあの在籍してるって今ちょっと言っちゃったんですけど退団をされたみたいだから移籍金はかからないはずなので結構安く手に入るんじゃないかなと思うんですがさてどうなるか。 ただちょっとセレッソとしてちょっと気になるのが、先ほどねちょっと記事にあったみたいな発言しましたけど、はい、あの今年加入したねオーストラリア代表なのアダム・タカート選手と、はい、あとセンターバックのチアゴ選手に関しては、もしオファーがあったら、もう放出方針だと。どうやら移籍金捻出したいんじゃないかなっていう、ちょっともしかしたらお金足りないのかもしれないなね,じゃあね そうなんですよね。はい、っていうところがあり、いわゆる今何人かお話ししたんですけど、はい、皆さんまあの絶対取れなきゃいけないポジションってセレッソ1箇所あるんですよ。一箇所。実はそれが、ゴールキーパーなのよ。うん、ああ、そうですかはい。今、下3人いるように見えるんですけど、はい あのまあね、2017年からフルタイム出場を5年ぐらい継続してるい<や>、キム・ジンヒョンさんはいらっしゃるんですが、はいはい、先日実はあの松セカンドキーパーの松江金也さんの契約満了が発表されてしまったんですね。で、一番下にいるダンバン・ラム選手、ベトナム代表のゴールキーパーが長期離脱中なんですよ。で、もう一人いるこちら、松原聡太さんっていうのは、うん、そんな感じでキーパーが足りなくなっちゃったから、千葉からレンタルで今借りてる選手なんですよ。うん、なるほど。はい、だから、 本所属で元気なの、ジンヒョンさんのみ。はい。ってことは、レンタルバックに今何人か出してるのがいるから、彼らを回収するか、松原さん獲得するか、それとも、それでもやっぱりもう一人とかってこともあるので。うまあそうですよね。人数はを隠して、しとかないとね。うそうなの結局、ジンヒョンさんは休まないんですけど、うん。うんでもね、ね。ただ結局ね、いいうん、練習どうすんのって話とかね。紅白戦できねえからって話ですから、はい、チームの中でも。はいはいはい といういことなんですよね、うん、だからさてそこら辺がどうなるかっていうこでセレス今ンは、ねはいえそんな状態にあるということでございましたということでございました、うん、今日の内容でございます毎日動きますね先生いっぱいありますね毎日何かしら,らしかしらと寒くなってきましたので本当にねお気をつけ遊ばせということでもう一席史上暑くなるねでもねこっからねええ松にかけて一気に、はいうん、まただから動画出していきたいと思います、はい、明日もお願いします お願いします。ということで、見るアカは毎日やってますので、ぜひチャンネル登録、そしてね、この動画も、えー、高評価ボタンを押していただけると嬉しいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。ますそれでは、また明日お会いしましょう。井上マー、まあ、でした。ノーミルクサトでした。そして皆さんありがとうございました。ーーまた明日です。バイナラー